シチュエーションになってますね。だから10分ですね。そうですね、あっという間に時は過ぎていきますね。ダブルの手形が洗礼ですね、井上さん。本当にね、夢みたいな光景ですよね。目向いてます、そりゃ。まあ、俺が絶景を見せてやるなんていう言葉もありましたもんね。そうですね、ロープワーク。お、来た。今度は曽山正面からキック蹴り上げると、おお、飛びついてフランケンスタイナー。ケイジさんに憧れてただけありますね。さらに膝鋭角に入りましたね、今左の膝一発。どうする、来た。これは腕ひしぎ逆ひじ固めの体勢に捉えていこうというウルカ。中村が来た。中村大輔はこの上技がもう大の得意ですからね。そうですね、俺の目の前でやりやがったなと。うわ、そしてプロレスにはカットがあるんだぞっていうのが、はい、プロレスその道の先輩として教えましたよね。さあ、そして腕一本、ここから攻撃の照準。いやいや、させはしないとばかりにバットルでパワーを2回曽山直美。何発このボディスラム食らったことか。そして中村大輔が出てまいります。プロレスリングの輪ではもう井上さん先輩格ってことですもんね。そうですね、元杉浦軍ですからね。ハーグボストンクラブ、加藤さん、こんな技の痛みもどうだいっていう感じですね。そうですね、もう総合ではないね、こう技ですからね。動け。そして慶応が目の前にいます。源平選手はカットに入らず、もう這いつくばってね、あのロープに来てみろと。これそういうことなんですね。そうですね、カットに入ってね。きたー、一瞬笑顔がきらり、曽山ダブ。俺もいるんだよ、忘れるんじゃねえぞ。時代を作るのはお前だけじゃない、俺も作る。俺はその言葉ずっと待ってたぞ。